ベスト・ファーレン条約後のドイツ地方。大国はもちろん、都市国家規模の自由都市や小国までもが、独立国としての権威を獲得した。ベスト・ファーレン体制とは、30年戦争の講和条約である、ベスト・ファーレン条約によりもたらされた、ヨーロッパの勢力均衡体制である。日本では、英語読みから、ウェスト・ファリア体制とも呼ばれる。ベスト・ファーレン条約は、 1648年のベスト・ファーレン会議で成立した三十年戦争の講和条約で世界最初の近代的な国際条約とされている。66カ国がこの条約に署名し、署名までに4年の歳月を費やしている。この枠組みによって、プロテスタントとローマ・カトリック教会が世俗的には対等の立場となり、カルバン派が公認され、政治的には、 ローマカトリック教会によって権威づけられた神聖ローマ帝国の閣僚法に主権が認められたことで中世以来の長領域的な存在としての神聖ローマ帝国の影響力は薄れた。また、スイスとオランダの正式な独立が認められ、フランスはアルザス地方を獲得した。また、神聖ローマ皇帝の立法権、条約権は、 帝国議会に拘束され、帝国内の約300に及ぶ諸公の主権が皇帝と帝国に敵対しない限り完全に認められた。その結果、先帝公の皇帝選挙権を除くあらゆる特権が廃止された。ヨーロッパでは、新生ローマ帝国の内部においてさえ、皇帝に代わって世俗的な国家がそれぞれの領域に主権を及ぼし、 統治権と外交権を行使することとなった。そのことにより、ベスト・ファーレン体制は、しばしば、主権国家体制とも称される。すなわち、国家における、領土権、領土内の法的主権及びと、主権国家による、相互内政府家臣の原理が確立され、近代外交及び、現代国際法の根本原則が確立されたことで、ある。協議には、 17世紀後半以降19世紀初頭までのヨーロッパにおける国際秩序を指す。そのような意味合いにおけるベスト・ファーレン体制は当時のヨーロッパ列強であるフランス王国、新生ローマ帝国、スウェーデン王国とヨーロッパの経済大国であったイングランド王国、オランダによって維持された。しかし、 18世紀の戦争によって境外化し、1740年以降は、グレートブリテン王国、ハプスブルク帝国、フランス王国、プロイセン王国、ロシア帝国の五藤体制に移行し、18世紀末用のフランス革命を経て、ナポレオン戦争をもって完全に崩壊する。ただし、ベスト・ファーレン条約の原則を基礎とする国際法は、 以後も継続されたため、現在の主権尊重の国際法そのものの現在のあり方を、ウェストファリアシステムと呼ぶことがある。ありがとうございます。